はい、どうもこんにちは。今日は工具の話をします。仮払い機、こういう仮払い機ですね。仮払い機とかチェーンソーで使う工具の話をしますけど、ここにたくさん並んでますけど、こんなにね工具は必要ないんですよ。大体はこれで足りちゃうんです。付属品のねこれで足りちゃうんですけど、だけど説明書には書いてない、まあ都合悪いことですよね。メーカーにとってこれ入れとくことは非常に都合が悪いんですよ。まあコストの関係で、まあこういう安物の工具を付属品としてつけてるんですけど、これ使ってる人が多いので非常にね危ないんですよ。危ないし効率も悪いし、ちょっと姿勢直しますね。それでまあこれを使わないで、まあ代わりにこういうコムとかこれとか、まあほんの数種類ですよ。あとこのドライバーなんかもこんなにたくさんいらないんですよ。プラスの2とかねいうのがあれば大体足りちゃうんです。あとね、まあできればこういうのとかね、精密ドライバーの類だと思うんですけど、こういうタブレーターを調整する時のドライバーとか、これ結構ね高級品っていうか高いものもあります。こういうドライバーとか高いです。だけど高いといってもドライバー1本2本とかね、こういうヘキサゴンの1本や2本大した値段じゃないんですよ。でこれをまあいいものを使うことで怪我をしないで、効率よくね整備ができますよっていう話です。はい、それでこれが仮払い機のギアヘッドってやつなんですけど、これがどうして、これが都合が悪いかっていうと、これこういう風につくんですけど、こういう感じでこういう感じでつくんですけど、でこの仮刃っていうのはここにチップ層って言われてチップがついてます。とても鋭利な刃物です。でこれでまあこれでこういう感じで緩めるんですけど、これをやると手首がこの辺来ちゃうんですよ。自然とチップの先に手首が来ます。それで、まあこの説明書ではカバーをするように、プラスチックのカバーをするように説明してあります。ただねこれが誰もねこのカバー使ってないと思うんですよね。機械屋さんの動画なんか見てもこのカバーをつけてやってはいません。ただ機械屋さんはこれを使ってたりする場合もあります。一部の機械屋さんだと思いますけど、でこれね非常に危険なんですよ。でまずねこれの問題点、この手首が近くなってしまうってことですよね。それでこれを対策するには普通の T 型を使えばいいんですよ。 T 型にこういう形でこうするとあの手首もね歯からかなり距離が取れるんで、まあこれカバーね必要ないと思います。これでまあ裏側をロックして歯をロックして回すんですけど、まあこれで、これは解決すると。これいろんなのあるんですけど、いろんな種類あるんですよ。でまあこれオフセットの量が違うんですよね。このオフセット量が違う。これねオフセット量が違うのはメーカーの説明書には書いてありません。どうしてかっていうと都合悪いからね。でこれどうしてオフセットの量が違うかっていうと、これとこれでこれだけ違いますけど、どうして違うかっていうと、これはプラグの差し込み長さを確保するためにこれだけオフセットされてるんです。だからこっち側を使う時の安全性について考慮されたものではないんですよ。これはまあつけないと販売できないんでしょうよね。だからつけてるけど、その限られたコストの中で
作られていると。だからこの危険な構造のまま出しているというわけです。あとまあ最低限ねプラグも付け外しできるということで出している。これがねこの形が悪い、これが一つの問題点です。それと、それでそれはまあ T 型を使えば解決できるわけですが、もう一つ問題点があります。これのね材質が柔らかいんですよ。で、他のまあ他の工具っていうかまあどういう工具でもまあ普通に工具として売ってるものはバナジウムっていうのが使われてるんですね、硬いやつ。それで一般的にですけどこのバナジウム硬いです。で丈夫な工具、高い工具ほどここの肉厚が薄い傾向があります。だからプラグのねこっち側が太いっていう人もいるんですよ。このちゃんとした工具が、それはね太いのは安物の工具ですよね。逆にねなんかこれスチールのやつはここが分厚いらしいです。分厚い金属を使ってるらしいんで、そうするとねやっぱ外径もそれに従って大きくなっちゃいますけど、これね特別高級品ってわけじゃないんですが、これは20.8mm ってやつで、でこのサイズだとプラグ、このサイズのプラグを使う機械っていうのは大抵スペース的に余裕がある機械が多くて古い機械が多いんでね。で 16mm とか 14mm になるともっと工具の方も肉厚の薄さにこだわった商品っていうのがあります。でそういうのを買ってもらえば全然問題ないんです。もしそれで問題があるようだったらそれは機械の方の欠陥です。で、まあ、そういうサイズの問題もないんですよ。でただ単にこの柔らかいと、柔らかくてここが柔らかくて広がってしまうっていう問題があります。で広がるとどうなるかっていうと、これ仮払い機ってここ地面に擦れるんで、このただでさえボルトナットの角が丸まっていくんですよ。で丸まってきたとこでこっちの工具の方も要は丸まってくるわけです。で丸まった同士で滑ってしまうと、滑るとどうなるかっていうと怪我をしてしまう。ここをね切って怪我をしてしまう。でこれね土とかついてる場合ありますからね、現場でやってたら端を踏んなる危険もあるので使わないで、ください。危ないです。でもう一つ問題点あります。このねこれ六角形してますけど、六角形の工具でしかもこう丸まってくる工具っていうのは、安物の工具っていうのはこのボルトナットに対しての攻撃性があるんですよ。これが機械のボルトナットを壊してしまうんです。攻撃して壊してしまうんです。それはねそれを説明するためにこれボルトナットの六角を作ってみたんです。これ段ボールですけどね。で、これをこれで回すわけです。でこれが工具側がこれですね。でこういう形です。これで回転させるとこういう感じになるんですよ。右でも左でもどちらでも力を入れればこういう形になります。これどういうことになってるかっていうと、ボルトの角がこの工具の平らな面に当たっているというわけです。で、ここ角のが点で当たってますので、ここが丸まってくると。ただでさえ丸まりやすいのがどんどん丸まってくると、こういうね攻撃性があるんです。でまあ実際角が丸まってるボルトを回そうとするとスーンと滑っちゃうんですよ。滑るし、丸まってないボルトさえ丸めてしまう力があるわけです。こっちのこの工具にね、こうちゃんとしたボルトナットさえ壊してしまう攻撃性があると。これが、この付属品工具のもう一つの問題点です。それで
これを解決する僕は、まあ、一番いいんじゃないかと思う工具がこのサーフェイスっていう工具です。この形ね、これピントが切ってると大体わかると思うんですけど、 6枚の花びらのような形をしています。でこれの場合どういうことが起きているかっていうと、まあこれですね、これはポジションです。こういう形になってるわけですよ。それで、先ほどとのボルトこういう感じで入ります。微妙なクリアランスはできています。でこれをこう回した時ですね、回した時にどちらかに回した時にここが当たってます。工具のこの丸い山とボルトナットの平らな面、ここもそうですね、工具の丸い山とボルトナットの平らな面が当たってます。ここもです、全てこうなってます。で逆にトルクをかけた時はこれがこうなると、やっぱりその当たる面がずれるだけで、面接触ですね、面接触になってます。で、ボルトナットの頂点はわずかですが隙間ができてます。だから全くボルトナットの角を攻撃しないと。で面接触でボルトナットを傷めることなく回すことができると。これがサーフェイスという工具です。これね、このように実はこれ最強の工具だと思うんですよ、サーフェイスっていうのは。だけど自動車屋さんの工具箱なんか見るとあまりこれ使ってる人いないんですよ。どうしてかっていうと、これ普通の工具として使うと使いにくい時もあるんです。それで、一般的にはねあまり使われてない、最強の工具と言われていながら、ボルトナットを舐めたボルトナットを回す時、特別な場合しか使われません。それとあと一般的な工具の高級なものについてはやっぱ形は違うものですが、多少この形は違いますが、やはり面接触になってるんですよ。この12角6角それぞれ面接触でボルトナットを傷めない形で回すことができます。KTC とかね、スナップオンツールとかそういうところのボックス、ある程度いいところのは大丈夫です。それで、だからそういうのを使えば全く問題ないんですよ。でだからまあプロの自動車屋さん、自動車整備屋さんとかはあまりこのサーフェイスっていうのは使わないんですけど、この仮払い機の場合は非常に適しているというか、仮払い機のこの刃の取り付けのために作られたような刃と言っても言い過ぎではないかもしれません。これを使わない手はないです。あとね、さらにもう一つ、この工具の問題点あります。これの、こっち側ですね、プラグを回そう。こういう感じで、これね、こう使うんですけど、プラグ、これ、例えば、暑い時あるんですよね。暑い時、現場でね、暑いプラグを外しました。だけど、これ、つかめません。だけど、これ、なんてことないんですよ。この専用工具というか、普通の工具ですね。普通のプラグ回しであれば、これ、マグネットになってるんですよ。マグネットかゴムがついてて、このプラグが落ちないように、プラグが脱落しないようになってます。それで、熱いプラグでもね、外せるっていうわけです。で、まあ、冷めてから、この外して、こっちを掃除したりね、まあ、取り付けたりすればいいわけです。これじゃないと、抜き取れない場合とかもありますよね。これ、プラグがついてこないんで、こっちのタイプだと、ついてこないんで、中落ちちゃうんで、まあ、落ちちゃうと、このプラグギャップっていう、この隙間がね、狂ってしまったりとか、そういうこともあります。だから、この、専用の工具を使うと。
このね、当たり前のことが あまりやられてないと。で、当たり前のことだけど、このメーカーは、刈原駅のメーカーね、どのメーカーも都合が悪いことは書かないと。この工具を使ったら危ないですよとか、そういうことは書きません。まあ最低限ね、この工具を使っても危険がないやり方を紹介しているだけで、もっと便利があり、工具がありますよとは書いてありません。だけどね、これなんかもね、多分1000円しないですよ。これもそうです。サーフェイスっていうね、特殊な形をした工具ですけど、これも900円ぐらいです。で、買えると思います。あと、こういうのも含めてね、1500円とか2000円もあれば、使えるようになりますので、で、これ、何年でも使えますのでね。ちなみに、こっちだって、売ってるお店もありますし、結構高いんですよ。それで、寿命は短いです。いいことはないんです。なぜか、刈原駅とかね、チェーンソーとか使う人、これをね、ものすごく大事にしてこれを使うんですよ。で、そういうね、不思議な現象が起きてます。だけど、まあ安全のためにもね、あと機械を壊さないため、ボルトナットを壊さないためにも、これを使ってください。で、まあ、機械屋さんなんかもね、これを使えばお客さんの工具を傷めることなく修理ができるというわけです。というわけでね、今回はこの工具ね、これが普及してますけど、こういうね、あまり知られてないけど、いい工具がありますよ、安全でいい工具がありますよっていう動画でした。はい、今回はこれで終わりです。